て、発送機の原型が分からなくなっています。輪島市からお伝えしました。輪島市上空からの映像をお伝えしていますが、かなり広い範囲、建物が原型をとどめていません。焼け落ちてしまっています。こちらは観光名所として知られる朝市通りの周辺です。280メートル四方にある店舗や住宅など合わせておよそ200棟が焼けたとみられるということです。延焼の恐れはなくなったものの、今も消火活動が続いています。そして現在も複数の場所から白っぽい煙が上がっている様子が見えています。立っている建物も筒などが続いています。かろうじて立っている建物、骨組みがむき出しになっています。中のものは外に出ている状態、いえ、焼けてしまっている状態となっています。こちら4階建ての建物とみられますが、4階部分ももう焼け落ちてしまっていて、中が空洞、向こう側が見えるような状態になっています。